おい、何の騒ぎだ。沖に出た船が沈んだって知らせがあって。なんだと、乗ってた奴らは。わかりません。沈んだ原因はわかってるのか。さあ、でも沈んだ船の近くを通った別の船がサンドドラゴンの雄たけびを聞いたと。またく。どうしたの、シャリーちゃん。お金ってなかなかたまんないね。あら、シャリちゃんはお金を貯めたいの？そりゃ貯めれば生活も楽になるし、やりたいことだってできるしさ。シャリちゃんのやりたいことってどんなことなの？それは、何かあるはずなのに、いつも思い浮かばない。焦らないでゆっくり考えなさいな。お金を貯めるのもゆっくりでいいのよ。そうは言っても、悩んでなんていないで、ミルカちゃんと遊んできたら？せっかくお休みなんだもの。ミルカと？気分転換になるわよ、きっと。そうだ！ミルカのアトリエって結構儲かってるじゃん。成功の秘訣を聞いてくればいいんだよ。ありがとう、お母さん。私、行ってくるね。ミルカ！お待たせしました。どうぞ。サンキュー。よし、これで狩猟ももっと成果を出せるぞ。このフライパンが壊れてしまいまして。修理ですね。お待ちください。相変わらず流行ってるな。お客さんみんな満足そう。ミルカ、お疲れ。シャル、来てたの。敵情視察ってね。わけわからない。お店流行ってるね。秘訣教えて。普通敵にそんなこと聞く？やだな。さっきのはほら、その場の空気よ、空気。秘訣なんてない。お客さんのお願いをよく聞いて、できることできないことをきちんと話すの。あと、引き受けた仕事はお客さんに満足してもらえるように丁寧にやる。思ったより地味なんだね。錬成は魔法じゃないから。私は魔法みたいにバーンと稼げた方がいいんだけどね。シャル、錬金術は基礎だけでもできることはすごく多い。だからこそ基礎がすごく難しい。これあげるから読んでみて。教科書？
五色の錬金術についてとてもためになることが書いてあるから。ミルカ、ありがとう。前にも言った通り、今私の工房には中央の錬金術を珍しがってる人が来る。だけど流行りが過ぎたら結局基礎がないと通用しなくなるわ。あんたがこの世界で働きたいなら私は応援する。錬成の仕事は私が引き受ける。だから？なんとなくに流されないで。なんとなくに流される。ミルカ、あのね。いらっしゃいませ。すまんが、見てもらいたいものがあってね。あたし、また来るね。シャル。なんとなくに流されないでか、どういう意味かわからなかったけど、私のモヤモヤ見抜かれてた気がする。錬金術の基礎か。錬成はミルカが引き受けてくれるから、それとは違う私の錬金術にしないと。まず本格的な錬金術の世界に飛び込んじゃってから修行してもいけなくはないよね。うん、そうだよね。そうと決まったら何かお仕事がないかソウルさんに聞いてみよう。こんにちは、ソウルさん。やあ人間。うわぁ、なんかちっこいのがいる。俺は別にちっこくないぞ。ああ、シャリーさんですか。彼はホムラ、ホムンクルスです。組合に所属する凄腕のトレジャーハンターです。そして私の古くからの友人でもあります。お、ソウルは神父の友だ。神父？まあ親しい仲ということです。はじめまして、私はシャルロッテ。最近ここで仕事をもらえるようになったんだ。よろしく、シャルロッテ。シャリーでいいよ、そう呼ばれること多いしね。そうするとシャリーがたくさんになるな。え、たくさん？まあいい、よろしくシャリー。どんな仕事をしてる？錬金術師として町の人たちの悩み事を聞いたりとか。錬金術師か。それなら何かあったら俺に言え、手を貸してやる。いいんですか、ホムラ、そんな安請け合いをして。俺、ワクワクする冒険に飢えてる。錬金術師はいい冒険をする。ホムホム面白い。そうか、お前の顔も面白いぞ、シャリー。ゲラゲラ。え、なんで顔の話？っていうか、ゲラゲラって何？シャリーさん、ホムラはこう見えて腕は確かですし、経験も豊富です。もし困ったことがあれば相談してみてください。あ、はい、こちらこそよろしくお願いします。
金ってどうしたら貯まりますかね。お宝もお金も貯めるなら目標があるといいぞ。俺たちもそうしてる。なるほど。なんとなくより目標があった方が貯められそうだよね。まずはちゃんとキラキラを買えるお金を確保しておく。それから一攫千金を狙う。ミルカもホモホモも案外地に足のついたことを言うんだよな。やっぱりそれが成功の秘訣かな。よし、じゃあ私は100万コール貯めるからね。いいんじゃないか。頑張れよシャリー。止めてよホムホム。ありえないでしょ。そうか。まずはもっと現実的な金額を目標にしよう。仕事からお帰りですか？あら、生きているうちにまた会えましたわね、シャルロッテ。死んじゃったら会えないじゃないですか。そうでもなくってよ。ところで、お仕事の方はどうでした？今回は上々ですわ。よかったら見ていらして。帰って。あ、この武器って。そう、シャルの師匠よ。うんうん、なかなかいい出来栄えじゃない。師匠、ちょっと不安。こんなの初めて作ったから。バッチシ、これならうまく魔力を引き出せそうよ。あの、ほうきはなくても大丈夫なんですか？私が記念にってもらっちゃったせいで。本当にそう思ってんなら返しなさいよ。うわぁ、ヤブヘビだ。冗談よ。ほうきはあくまで形式的なものだから、魔力を引き出すのには別の触媒を使ってるの。なんだ、そうだったんですか。ちょっとがっかり。そうなんだ。あら、シャリーはともかく、ミルカも知らなかったんだ。ちょっと師匠、それってどういう意味ですか？そのまんまの意味なんじゃない？やったー！目標のお金が貯まったー！なかなかやるじゃん、私！あら、シャリちゃん。どうしたの？はしゃいじゃって。あ、母さん！見て見て！自分で目標にした金額、貯められたの！まあ、さすがシャリちゃんね。昔からやればできる子だったもの。やめてよ。そんなシャリーちゃんにお母さんからご褒美があるのよ。本当？なになに？これよこれ、新しいお仕事。え、仕事？黄昏の海の奥深くに沈んだ遺品を探してほしいんですって。潜って見つけてくるだけなのに、報酬はすごいの。あの砂の中に飛び込んで生きてられるわけないじゃん。大丈夫よ、シャリーちゃんは私の娘なんだから。母さんの娘はサンドドラゴンか何かなの？もう、私用事あるから行ってくるね。夕ご飯には帰ってくるのよ。母さんってば。
ぱり現実的な目標は大事なんだよね。この調子でどんどんお金を貯めるからね。ウィルベル師匠、こんにちは。ああ、あんたね、今日はどうしたの？もちろん修行ですよ、修行。ああ、修行ね、そうだったわね。私、一日でも早く師匠みたいな立派な錬金術師になりたいんです。それならまず素振りよ。このほうきを使って素振りを1万回してみなさい。素振り？師匠、それって錬金術に関係あるんですか？まあね、偉大な錬金術師になるためには根気と体力が必要になるのよ。なるほど。私、今までやる気はあっても途中でバテちゃうことが多くて。そうそう、そういうこと。さ、このほうきをあげるから頑張って。師匠のほうきを私に？うわー、がぜんやる気が出てきました。頑張りますね。悪い子じゃないのよね。でもほうきを持つとなんだか魔法使いみたいですよね。そう。それよりほら、遊んでないで素振り1万回よ。はい。それじゃあやるから見ててください。バカ言わないで。私もずっと見てられるほど暇じゃないの。自分の家とかでやりなさい。わかりました。じゃあ終わったらまた報告しに来ます。そういえばミルカってさ、どうして中央に行ったの？そんなの勉強するために決まってるじゃない。勉強して立派な錬金術師になるため。ああ、そりゃそうだよね。でもそしたらミルカはもう十分立派な錬金術師だし、夢が叶ったってことじゃない？シャルは立派ってどういうことだと思う？仕事ができて、真面目で、お客さんから信頼されてて、とか？私も昔は同じようなことを思ってた。でも中央で会った立派な教師も立派な名家の同級生も誰一人尊敬することができなかった。それ以来何が本当に立派なんだかよくわからないの。これから何をすればいいのか。私、ミルカは立派だと思うよ。一人でアトリエをやって、ちゃんとお客さんと向き合って。だから迷うことなんてないと思うけど。おお、最近頑張ってるようじゃねえか。お前らに褒美があるぞ。なになに？ご褒美？そういうこった。まあせいぜい頑張ってくれよ。大体君はどういうつもりかね。どういうつもりもこういうつもりもねえよ。ああ、なんかうるさいと思ったら。あのように貧しい周辺住民を受け入れていたら、このステラードの治安が悪くなる。その貧しい住民って奴らがここで一発当てようとしてるから、この街も活気づいてるんじゃねえか。旅行者なら問題はないのだ。旅行者ならこの街はそもそもそのように発展してきたのだからな。そいつがちょっとばかり住み着いたら途端に邪魔者ってわけか。ご立派なこった。
君はまだ若い。町の行政のことなど何も分かっとらんのだ。いい加減おつむが化石になったようなやつに町の運営のことは言われたくねえな。私はこのステラードが大切なのだよ。自分の命よりもな。俺だってこのステラードが何より大事だよ。どうしたものかな。どっちも町のことを考えてるわけだしな。大人って子供みたい。疑ってたの？そうじゃないけど、目の前で見たらびっくりしちゃって。ミルカってやっぱりすごいね。そんなことない。そんなことあるよ。ミルカの中央の友達だってきっとそう言うと思うし。都会にはあんたみたいに他人を心から褒めてあげられる人なんてほとんどいないわ。え？それってどういうこと？自分よりできる相手に嫉妬して、嫌がらせして、すり寄ったふりをして、裏切って、そんなことの繰り返し。あっちの人間なんてほとんどはそんなものだったわ。そうなんだ。ごめん、変なこと言って。別にシャルは悪くない。謝ることなんてない。ねえミルカ、私にも錬成を教えてくれない？え？それですっごいもの作ってみようよ、二人で一緒にさ。途中で泣き言言わない？大丈夫、一緒に頑張ろう。ソウルさん、こんにちは。すっごい忙しそうですね。忙しいのはいつものことです。そうそう、ちょうど調査員として派遣している方たちから情報が入ってきました。ひょっとすると近いうちに町の周辺で何か環境の変化が起こるかもしれない。環境の変化？何か起こるの？いえ、まだわかりません。本当に起こるかどうか不明ですが、この地方ではいろいろな変化が起こりやすいのも事実です。それってなんでなんですか？それを突き止めるのも私の仕事の一つです。そのためにここに赴任してきたのです。分かっていることは、この地方の環境は絶妙なバランスの上に成り立ったものだということですね。この辺りは様々な自然環境が衰え弱っています。そのため何か少しの変化があるだけでいろいろな場所が影響を受けます。これが黄昏が進行し枯れ果てた土地ならもはや環境の変化は起こらないのですが。私にはよくわからないけど、ここに住んでる以上無関係ではいられないんだろうな。環境の変化が起こっているときは私に情報が集まってきますので、必要なときは聞きに来ると良いでしょう。昼食べるのっていいね。なんかピクニックみたいで楽しい。日の光を浴びてると気分が悪くなるわ。何それ、ミルカってお化けか何かじゃない？帰っていい？まあまあ、せっかくいい天気なんだから。ほら、食料ウサギのミートサンド美味しいよ。そういえば、
中央の学校に行ってた頃ってお弁当は自分で作ってたの？毎朝作るの大変じゃなかった？学校には食堂があったから、そこで食べてた。何それ、超リッチじゃん。メニューは？いろいろあったけど、私はステラードの料理の方がいいわ。私は一度くらい食べてみたいよ。きっと美味しいんだろうな。別に無駄に高いばっかりで、周りはうるさいし、あんなところで食べたって何にも美味しくなんかない。あんたの作ってきたサンドイッチの方が全然マシ。ミルカ、もっと食べていいよ。終わりました。わ、ボロボロじゃない。シャリー、あんたどうしたの？師匠がいたんじゃないですか。素振り1万回ってそういえばそんなこと言ったっけ。えらいえらい、よく頑張ったじゃない。じゃあこれで次のステップに進めますよね。え、それはそのまだよ。まだ教えるには早いわ。いいシャリー、錬金術も修行も常に理不尽との戦いなの。長い下積みと根気が一番必要なことなのよ。私も大ババ様に何度同じことを言われたか。大ババ様って師匠の師匠だった方ですか？うわあ、きっとものすごい錬金術師さんなんだろうな。そうね、それはもうものすっごい錬金術師だったのよ。まあそういうことだから、もうちょっと地道に努力しときなさい。また頃合いを見て修行をつけてあげるから。え、頃合いですか？返事は？はい。まあ、あのノルマをこなしてきたのはすごかったわ。その根性があればきっと何でもできるようになるわよ。はい、私もっともっと頑張ります。